皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。ルートレス山崎です。タイトルにもございました通り、しばらくの間野鳥たちへの給仕を中断することにしました。タイトルを見てびっくりされた視聴者様もいらっしゃると思いますが、ここ数日いろいろと悩んで下した答えです。その経緯はこの後説明したいと思いますので、まずはしばらくぶりに見せてくれたスズメさんの豪快な水浴びをご覧ください。このスズメさんのくちばしは黒く大人のスズメですが、もしかすると以前に豪快な小スズメスプラッシュを見せてくれた子でしょうか。以前見た時よりも技に磨きがかかり、頭のてっぺんから尻尾の先までびっしょびしょです。何がこの構想させたのか、それにしても気持ちよさそうですね。皆様に野鳥への給仕の中断に至った経緯をお話ししたいと思います。このチャンネルをご覧の皆様はすでにご存知だと思いますが、6月25日から右目が腫れているスズメさんが餌を食べに来ております。このスズメさんの目が腫れている原因を私なりにいろいろと調べてみました。考えられる原因を3つほど挙げますと、原因その1、怪我などによる外的要因。原因その2、目の周りの柔らかい皮膚の部分をダニに刺され炎症を起こしている。原因その3、ウイルスによる感染症で目の周りが炎症を起こしている。私が調べた結果、以上のような原因が考えられます。この中で一番恐れているのはウイルスによって引き起こされた目の炎症です。なぜかというと、他の鳥に移してしまう可能性が大きいということです。他の鳥への感染する原因は、同じ場所で餌を共有することによって感染してしまったり、スズメさんは餌がある場所のすぐ近くでも餌の皿の中にも糞をします。その糞が乾燥して舞い上がったものからもウイルス感染してしまいます。感染するのは体力が落ちている鳥や病気に対する抵抗力が弱い幼鳥も感染リスクが高いのです。結果、野鳥の保護のためやっている餌やりが病気を蔓延させてしまうかもしれません。餌やりを中止することで餌を食べに来た野鳥たちが密になることを避けることしか今の私にできることがありません。今年は小スズメちゃんたちがたくさん餌場に来てくれて賑やかな庭になって喜んでいたのですが、感染拡大を避けるために今やらなければと餌やりの中止を決断しました。初夏を迎えたこの時期なら、冬の時期とは違い自然の中に野鳥たちの餌になるようなものがあります。今まで野鳥たちに自分で餌を取らなくても大丈夫なくらい過剰に餌をあげていたわけではございませんが、しばらくの間は野鳥たちには自分たちの力だけで餌を見つけてもらうしかないのです。餌やりを中止することでしばらくの間餌やりの動画を上げることができなくなります。それによってこのチャンネルの存続が危うくなっても、鳥たちのことを最優先に考えるなら餌やりを中止するしかありません。毎回楽しみにご覧いただいている視聴者様におかれましては、何卒ご理解のほどよろしくお願いします。説明が長くなりましたが、このチャンネルをやめるわけではございませんのでご安心を。餌やりの中止期間につきましては、本日6月30日から7月の6日まで、まずは1週間程度餌やりをやめ、様子を見て再開するか中止期間を延長するか考えたいと思います。餌やりの再開基準をどうするか、この1週間でじっくりと考えてみます。あとはバードバスをどうしたらいいか考えてみました。餌場に比べバードバスはウイルスの感染リスクが低いと思うので、バードバスに関しましてはこのまま継続し、蛇口から落とす水の量を増やし、皿に溜まった水ができるだけ早く皿の外に流れ落ちるように調整するとともに、皿に溜まっている水も頻繁に全て入れ替え、清潔な水場環境を保つよう努力します。病気の蔓延を防ぐために餌やりの中止を決断しましたが、このやり方が本当に正しいかどうか分かりません。ただ目が腫れている原因がウイルスだとしたら、病気のスズメを隔離することもできないので、餌を食べる時に密になったスズメ同士の感染を避けるため、一箇所に集まらないようにするしかないと判断したのです。
今後しばらくは動画の更新頻度も落ちると思いますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。したっけね。